はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回のね、動画なんですけども、まあ、サックスのね、お話をまたちょっとしたいなというふうに思います。で、今回のテーマなんですけども、アンブッシュは、まあ、これについてね、ちょっとお話をしていきたいなというふうに思います。で、アンブッシュはってなんだっていうふうにね、思ってらっしゃる方も多分多いと思います。はい、私のね、チャンネル、サックス奏者だけじゃなくて、いろんなね、方がご覧になっておりますので、ちょっと簡単にね、説明をさせていただきたいと思います。アンブッシュアっていうのは楽器を吹く時の口の形のことを言います。でサックスとかは3つねあるんですよ。シングルリップ、ファットリップ、ダブルリップってねそういうね名前がついたね口の形があるんですね。で例えば金管楽器とかももちろんあります。こうマウスピースをこう口に当ててねそれでその時の口の形とかね、はい、フルートもねもちろんあります。もう物を吹いて演奏する吹奏楽器にはね全部アンブッシュアっていうねその口の形がついて回るっていうねこれがまた永遠のテーマだったりもするんですけど、まあ、そういうものがあります。で特にサックスのアンブッシュアって多分ね大きく分けると3つあるんですよ。まずは1つはジャズ系でよく使われているファットリップというですねやり方で、もう1つは吹奏楽なんかではねよくやられてるシングルリップというやり方で、もう一つはまあオーボエとかファゴットとかねいわゆるダブルリードでよくやるやり方なんですけれどもダブルリップというやり方ですね。それぞれ、まあ、大きく分けて3つあります。でね何をね話そうかっていうところなんですけどもまあ、ダブルリップはね上唇と下唇を口の中に巻き込んでこうやってね、うん、ほらリップクリームとか塗った時とかにまん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 まってやるでしょ上と下でなじませるためにああいう感じのね口の形のことをねダブルリップって言います。だからこうやって上唇と下唇を下に、口の中に巻き込んで加えるこういうやり方に見えるかな、うん、でこういうやり方ができますね。でもう一つはシングルリップで、シングルリップは上唇は巻き込まずに下唇だけ巻き込んで、こういう状態ですね。こういう状態で巻く。で上口これさこれ実演しようとするとさ喋れないんですけど別にさ腹話術できるわけじゃないんだからさまあいいや。でシングルリップはね吹奏楽なんかでよくやられてる下唇を巻き込んで上唇は添えるだけ、要するにこういう状態で添えて下唇は巻き込んでこういう状態こういう状態をシングルリップと言います。喋れないっちゅうのもう。で最後ねファットリップというやり方はもう上唇も下唇もこのマウスピースに添えるだけ、要するにはって加えた状態こういう状態を、うん、こういうふうにねもう普通にはむって加えて状態ですね。それをファットリップと言います。はい、これねこういう状態わかります？はい、こういう状態をね、ファットリップって言います。はい、喋れないっていうのも本当に。で、音にはね、それぞれ特徴があります。ダブルリップとシングルリップはあんまりね、変わりがないですね。私もちょっと試してみたんですけど。うん、で、ファットリップはリードに唇が当たるところ、これさ、一回外した方がいいね。うん、このリードにねこの唇が当たるんですけども、そこがねシングルリップに比べて奥に行くので、これじゃわかんない、こうしりゃいい。そうでシングルリップはね唇の当たるところがマウスピースの先端のところになってくるのでリードの振動が結構抑えられます。それに比べてファットリップっていうのはリードに対して唇の位置がだいぶ奥に変わるのでリードのね振動を殺さずに最大限に生かすことができるので、すごくね音が大きくなります。音が大きくなるっていうのもなんでそのリードの振動を最大限に生かすことができるんですよね。で、アンブッシュアとかってさ、その口の形で言うと、例えばもうね、特に木管楽器はこのマウスピースに対して何ミリのところを加えましょうとかって言うでしょ。まあ、あれもねさ、いい加減だよねはっきり言って、そんな何ミリのところを加えましょうとか、じゃあこのさマウスピースのところに印つけてさ、こうやって鏡を見ながらこうやってハーンってやるかって言ったらやんないんだよ。だからね、アンブッシュアに関してはとりあえず3つ種類はあります。で、一番ね大事なところを言うと、力を加えすぎないことが大事です。はい。なので人間の口って物を噛むためにあるでしょ。物を食べたりだとか、だからね、歯はこのね上下の力っていうのはねすごく強いんですよ。うん。だからね、上下の力が強いから、ね、どうしてもね噛みすぎちゃう傾向にあるんです。そう、だからね、上下は噛まずに唇のこの横の力ね、これでマウスピースをこう横から押さえ込む。こうやってこう横から押さえ込む。こういうと、こういうってこの横から押さえ込む力がね結構大事になってくるので、まあ、そこをね鍛えていただければと思います。基本的にはね吹きながら鍛えることもできるんですけども、普段のね練習の中でもずっとねこう唇を横に引っ張ったり「うーいーうーいーうー」っていうねそういうね横から押さえる力をね鍛えることもできるので、まあ、ぜひやってみていただければと思います。で結局ね皆さん思うのが3つあるでしょ。で、ダブルリップがいいのか、シングルリップがいいのか、ファットリップがいいのか、ね、好きなの選んでください。はい、もう本当にそうなの。というのも方法論にねこだわらない方がいいですよ。でね、何をやったらうまくいくとかっていうね、そういうね方程式はないです、はっきり言って、うん、だからね日々ね研究してください。うん、自分でね録音しながらこうやってね、例えばシングルリップでやってみて誰だとか、あとマウスピースを加える深さ、これねこの加える深さはねこう深くするのか浅くするのかね、深くした時には音がどうなる、浅くした時には音がどうなるってねいろんなね失敗していいと思うんですよ、はっきり言って、うん、だから共通に大事なところっていうのは、マウスピースを加えるときには上と下でこうやって押さえ込まない、ね、あくまでも加えたら上下の歯の位置っていうのは固定です、うん、だから変えない、うん、でその代わり息が漏れないように横からしっかり押さえてあげるんです。それがまず一番大前提、それが一番大前提、うん、でその上でシングルリップをやってみてマウスピースを加える深さによってどれぐらい音が違うのかとかね、あとはファットリップにすることによってどれぐらい音が変わるのかっていうのをねぜひ研究してみてほしいと思うんですよ。うん、ね研究っていうとねすっごいねなんか堅苦しく聞こえちゃうでしょ。ただね遊んでみてください、いろいろ。だってさ、だってアンブッシュを変えただけでさ楽器が壊れるかさ、そうじゃないしはっきり言ってね前にも話した通り、人間の骨格とか口の中の形とか歯並びとかももちろんそうなんですけど、人それぞれによって全然違うんでいろいろね試して遊んでみてください。でいろいろ試してみて、あ、自分はこの音が好きだなとかこういう感じの音の方が好きだなとかねあればねそれをぜひやってみてください。うん、自分によっては人によってはねダブルリップの方が私に合ってるとかね、そういうのもあります。でね100人いたら100人の音色があるんですよ、うん、だからアンブッシュアもそれと同じで100人いたら100人のアンブッシュアがあるんで、これ1個っていうね正解ははっきり言ってありません、うん、だからねあんまり気にせずにいろいろ試してみてね、いろいろ試してみてこうやってねいろんなことやってみて私はこのアンブッシュアで出る音が好きだなっていうのがあれば、まあ、それをね選んでいいと思います。はい、はっきり言ってね、うん、だってねそんなさ 1+1 は2とかってじゃないんだからさ 1+1 は3にも4にもなるわけですよ、うん、であとはねもう一つ言っておきたいのが力の加える方向例えば普通に音を出す時っていうのはもちろんねサックスという楽器そのリード楽器はリードを押さえることによって音をでリードを押さえて息を入れることで音が出るんですけどそのね力の加える方向によってねまた音の出方っていうのがこう違うんですよ。こっちから加えるのかこう加えるのかそれともこう加えるのかからねよくあるサブトーンとか加えるときはこっちからね音を当てて力を入れてます。はい、力の加える方向した方がいいのかな。うん、だからねどっちかっていうとねこれ私の多分癖かもしれないんですけども普段吹くときは下顎が少し前に出るんですよ私。でサブトーン出すときはね少し引くんですよ。だからねそれね力の加える方向がね違うんでこれね自分で後で気づいた。うん、でこういう音を出したいって時にやっぱサブトーン出したいと思った時にもうサブトーン出せるんですよ普通に。うん、でその時に今自分の骨格どうなってるかなって思ったらそういう風になったんですよ。うん、で後で調べてみてもねやっぱそういう風になってました。うん、だから自由にね遊んでみてください。これ1個っていう答えがないんでまあいろいろ試してみてこれが自分に合ってるなと思ったらそれが一番のアンプシュアだと思います。はい、でね忘れちゃいけないのはあくまでも上下の力じゃなくって横から押さえるっていうねそれだけはね忘れないでください。その上でいろんなこと試してねいろんなことやってみてでいろんな音を出してみて自分の好みの音を出してもらえればと思います。はい、というわけでね、今回の動画なんですけども、サックスのアンプシュアについてですね、お話をさせていただきました。ぜひ、ためになったと思ったら、高評価、またチャンネル登録もですね、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。